こんにちは、ジョニーです。今回は人気のある海外 ETF についてご紹介したいと思います。このチャンネルではいつも日々のマーケットの振り返りであったり、投資に関する Tips をお送りしてます。もし興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。今日のお話は海外 ETF なんですが、これまでに海外 ETF の購入方法についてお話ししたことがありました。今日は実際にその時には VWO というティッカーの Vanguard S&P500 ETF というものを購入したわけですけれども、それももちろんとても人気のある商品の一つであるわけなんですが、他にももちろん多くの有名な人気のある ETF が存在するので、それらについてご紹介したいと思ってます。はじめにいつも投資信託をご紹介する際にカテゴリーとして2軸に分けてご説明をさせてもらっています。一つは地域、一つは種類ですね。地域は全世界、先進国、日本、新興国。種類は株式、債券、不動産という分け方になっているので 4×3 で12個になんとなく分けてご紹介をしています。それぞれに対してメジャーなインデックスというものが存在していて、これまでに投資信託としてご紹介しているものの中には比較的投資信託の商品数が多くって、個人投資家からしても選択肢が多く恵まれている部分っていうのもあるし、逆に言うと全然恵まれていない部分とかもあったりするんですね。で、そういった部分を補う可能性があるのが海外 ETF だと思ってます。具体的にお話ししていくと、いつも動画の中でお話しさせてもらっているのは全世界の株式がおそらく最初の一歩としては一番お勧めしやすいということをお話ししています。それについてもし詳しく聞きたいという方がいらっしゃったら、過去の動画を見ていただけると嬉しいなと思ってます。で、そこから絞り込んでいく過程で先進国の株式のパフォーマンスが比較的長期にわたってもパフォーマンスが高いっていうことで、先進国の株式っていう組み合わせをいつもお話ししています。日本の株式はもちろん日経平均とかトピックスに連動する商品があって、必ずしも高いパフォーマンスではなかったりする年もあるんですけど、それでも僕らからするとかなりポピュラーで一般的な商品として存在しています。で、新興国についても比較的商品は準備がされていて、そういう意味でいくとその株式という種類に関しては全世界、先進国、日本、新興国それぞれに対して国内投資信託としての商品がかなり充実していると言えると思います。一方で債券に目を移してみると、全世界の債券は実はあんまり商品数がなくって、今一つ僕が購入している楽天の全世界債券インデックスファンドっていうものがあります。で、他にももちろんあるのかもしれないんですけど、あんまりちょうどいいファンドっていうのを見つけることができませんでした。先進国の債券に目を移してみると、一見商品充実しているように見えるんですが、例えば eMAXIS Slim 先進国債券、日清の日清外国債券っていうものがこれに相当するんですけど、実はこれらの商品って、ベンチマークが FTSE 世界国債とかいうものだったりするんですけど、比較的株との連動性が高いんですよね。株が上がっている時にやや弱めで上がる、株が下がっている時にやや弱めで下がるみたいな傾向があります。で、どちらかというと債券に期待している動きっていうのは、株が高く上がっている時には比較的落ち着いた動きをしている、株が下げている時には上がる、株がかなり下げる時には結構上げるっていうような商品っていうものが僕らとしては必要な商品かなと思うんですよね。なんでかっていうと、ポートフォリオを組むときに株式単体だと、暴落の局面に耐えられないみたいなのもあって、そう考えたときにポートフォリオの一部を債券として持っておく、これから危なそうだなっていうときには債券の割合を高めておくみたいなことができて、かつその債券の商品が株の暴落時に上昇してくれるとなると、それはかなり心強いんですよね。で、先ほどお話ししたように eMAXIS Slim だったり日清が出している債券の商品っていうのは、実は株との動きが連動しすぎてしまっていて、あんまり魅力的には見えないんですよね。ここがまず一つあります。先進国の債券は国内投資信託の商品あるんですけど、購入したいと思う商品がないんですよね、僕の場合ね。その他の国内投資信託の状況を確認しておくと、日本の債券に関しては野村 BPI をベンチマークにした eMAXIS Slim 国内債券みたいなものがあるんで、購入は比較的簡単ですと。で、新興国の債券を購入したいっていう方がどれぐらいいるか、ちょっとよくわかんないとこあるんですけど、iFree 新興国債券という商品があります。で、もう一つ課題だなと思っているのは不動産で、国内投資信託の場合、商品数が実はかなり少なくって、少ないもしくは信託報酬がやや高いっていうのが課題だなと思ってます。全世界の不動産であれば日成グローバルリート、先進国不動産であれば iFree 外国リート、もしくはアメリカに絞り込んだ場合には eMAXIS 米国リートっていうものがあります。で、日本の不動産に関しては比較的充実していて、僕の場合再投資型の日成 J リートっていうものを購入してます。で、新興国の不動産についてはこれもやっぱりどれぐらいの人が本当に購入したいと思っているかわかんないとこありますけど、一応 eMAXIS から新興国リートの商品が出てますと。で、今お話ししたように、個人的には先進国の債券、全世界の不動産、先進国の不動産について、信託報酬の低い債券については株との相関が低い、どちらかというと負の相関、マイナスの相関があるような商品が欲しいというのが、僕の正直なとこですと。で、不動産に関しては解決できるわけじゃないんですけど、実は海外 ETF で解決できるのはおそらく2つあります。今お話ししていた先進国の債券で、もう一つは先ほどお話しできていたわけではないんですけど、海外の主にアメリカの高配当銘柄に集中的に投資をするっていう ETF っていうのが実は充実をしているので、今お話ししていた2点については国内投資信託で購入できなかったものを海外 ETF で購入することができるんじゃないかなと思います。ほぼほぼそこに人気の海外 ETF っていうのは集中しています。SBI 証券にしても楽天証券にしても人気の海外 ETF っていうのはおおよそに通っていて、今お話ししていたようなタイプの商品に人気が集中しているっていうのが現実です。で、人気の ETF 紹介していくと、先ほどお話ししていた先進国の債券に関しては、Vanguard米国トータル債券市場、ティッカーが BND というものがあって、これはブラックロックが提供している商品だと AGG というティッカーで、iShares コア米国総合債券市場というものがあります。これらについては株との相関がかなり低い、どちらかというとマイナスの相関があるような動きをしてくれるので、株と組み合わせて購入する、ポートフォリオを組みたいっていう場合には比較的良い商品なのかもしれないです。海外 ETF に投資することに抵抗がないという方に関しては、これは良い選択肢の一つなんじゃないかなという気がします。で、それ以外に先進国の株式に人気海外 ETF が集中しているんですけど、ざっとご紹介すると、まず1つ目は VTI、ヴァンガードトータルストックマーケット。これはアメリカ全体、小型株まで含む米国株インデックスファンドですね。その他でいくと、同じくバンガードが提供するところでいくと、過去に僕が購入していたこともある VWO、バンガード S&P500 っていうものがあります。この辺は、指数が非常にメジャーで、上昇率も非常に高くって、バフェットさんか誰だったかも S&P500 が一番いいんじゃないかみたいなことを言ってたりということもあり、その経費比率、信託報酬の低さもあって大人気だったりします。これが VWO。で、ブラックロックから出てるものでいくと IVV っていうのがあって iShares Core S&P500 で、ステートストリートであれば SPY、SPDR、S&P500 というものがあります。これらがなので、人気海外 ETF インデックスファンドなんですよね。はい。VTI は比較的幅広い銘柄に対して投資するのに対して、メジャーな3つの会社、ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリートが提供している S&P500 に連動する商品っていうものが、いずれも大人気になっているっていうのがよくわかります。で、その他人気があるところは、高配当系の海外 ETF で、PFF という商品が、ちょっとこれユニークで、iShares 優先株式&インカム証券という名前がついてるんですけど、優先株式って何かっていうと、議決権を持たない代わりに配当をいっぱいもらえるみたいな株なんですね。個人投資家って、あんまりそういうのを実際に購入する機会っていうのはなかったりするんで、でもどっちにしてもその ETF とか投資信託経由して購入してるときって議決権を行使することって多分ないと思うので、この PFF の特徴っていうのは高配当銘柄に集中しているっていう点で、とてもユニークだなと思います。で、その他にも高配当銘柄系が大人気で、ヴァンガードであれば VYM、米国高配当株式、ブラックロックだと HDV、I シェアーズコア、米国高配当株で、ステートストリートだと SPYD、SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式なる商品があります。これらはいずれもすごい大人気ですね。で、その他でいくと、ナスダック指数、ナスダック100だったかなに連動する商品としてQQQ、インベスコQQQ信託シリーズっていうものがあってですね、これすごい人気あるんですよ。人気の理由は、ナスダック指数がものすごい上昇しているからですね。アメリカの主要3指数と言われるニューヨークダウ30種平均、S&P500、ナスダック平均っていうところでいくと、ダウ平均に上昇するって人は、あんまりいないかなと思っていて、理由は30社しかないからですね。特定の企業が何か事件とかあったりすると大きく動いてしまうんで、僕もあんまり良くないかなと思ってます。それに比べると、ナスダック指数の方が良くって、S&P500 も500社しかないので、どうかなっていう部分若干あるんですけど、それでも十分だと僕は思っていて、もう一方のナスダック指数に連動する商品、このQQQのパフォーマンスは過去非常に高くって、実は海外 ETF に投資している方たちの間では、かなり人気がある商品ですね。これも日本だとおそらくナスダック指数に連動する商品っていうのは購入できないんじゃないかな。もしかしたらあるかもしれないですけど、僕が知っている限りでは見たことがないので、これも人気だったりします。今お話ししていたような、大体8個ぐらい商品お話、10個ぐらいいったかな、あると思うんですけど、その他に人気の ETF ってなると、全世界株式のVanguardトータルワールドストック VT って呼ばれているもの、それと、同じくVanguardから新興国株式向けの VWO、Vanguard FTSE エマージングマーケットっていうものがあります。で、今お話しして、何個かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個お話ししました。大体これらが各証券会社の海外 ETF の人気上位、10個とかに大体入ってると思います。で、それ以外にあるとしたら、ちょっと、これがなんで入ってるのか僕は理由よくわかんないんですけど、MSCI 国債に連動する海外 ETF っていうのもあって、これがなぜか売れてますね。ちょっとね、これね、理由はよくわかんない。国内投資信託で買えばいいような気もするんですけど、もしかすると、米ドルで購入先を探している人にとっては、MSCI 国債に連動する ETF を購入したいっていうニーズがあるのかなという気はします。はい。そんな感じかな。ちょっと海外 ETF に関しては、売買するときの手間だったり、その税金の面とかでデメリットがあります。一方で、投資信託でいう信託報酬が非常に低いっていうのもあるので、そことのバランスを取る必要があるんですけど、個人的には国内投資信託で似たような商品があるんであれば、積極的に海外 ETF を購入する理由はあまりないかなと思ってます。はい。もし国内投資信託で自分が欲しいっていう商品がなくて、今お話ししたようなところの中に欲しい商品、先進国の債券だったりみたいなところがあって、どうしてもそこのカテゴリーに投資をしたいというようであれば、海外 ETF を購入していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じかな。そんなわけで今日は売れ筋海外 ETF についてご紹介をさせていただきました。さっきお話ししたようにいろいろ手間かかったりするとこあるんですけど、もし興味がある方はぜひチャレンジしてもらいたいなと思います。Twitter、Instagram もあるので、もしよろしければフォローお願いします。ポッドキャストもあるんで、音声だけで大丈夫っていう方はそちらをサブスクライブお願いします。もしこの動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。